こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。2019年10月、吉野彰氏はリチウムイオン電池開発の功績が認められ、ノーベル化学賞を受賞しました。今や、携帯電話やスマートフォン、小型の電子機器のバッテリーとしてなくてはならないのが、リチウムイオン電池と言えるでしょう。生活の中に深く入り込んできたリチウムイオン電池ですが、大型の機械にも搭載されるようになりました。その一つが海上自衛隊の潜水艦です。2018年10月に進水した最新鋭潜水艦翁竜は、世界で最初にリチウムイオン電池を蓄電池として採用し、搭載しましたこの翁竜ですが、今まで中心的な潜水艦だった双竜型の11番艦です。全長は 84.0M、幅は 9.1M、高さ 10.3M。基準排水量は2950トンという巨大な潜水艦で、ここで潜水艦の歴史を振り返ってみますと、翁竜以前の通常動力型潜水艦は蓄電池として、鉛の蓄電池を使用していました。これは、日本に限ったことではなく、潜水艦が作られて以来、約1世紀の間世界中で鉛電池が用いられていたそうです。鉛電池は大型で重く、寒さに弱いので、極寒の地では使用が難しいなどの問題がありました。そこで登場したのがリチウムイオン電池だったのです。小型電子機器などとは、全く大きさの異なる潜水艦の蓄電池に、リチウムイオン電池を実用化させた GSU 朝社、鉛蓄電池国内シェア第1位の技術力の高さがよくわかりますね。スマートフォンなどの例ですが、リチウムイオン電池は発熱による発火の恐れがあるなど、安全面での課題があったため、高い性能には期待されながらも、なかなか日の目を見ない状態が続いていました。ところが、今回潜水艦翁竜の新機軸としてついに、リチウムイオン電池を実装する運びとなったのです。ここが、世界中から注目を集めている最大の理由でしょう。この翁竜より、前の双竜型潜水艦には、浮上航行時に使い、要するディーゼルエンジンと鉛電池、そして AIP、非待機依存水、SSMと呼ばれる3種類の動力源がありました。今回、リチウムイオン電池という高性能なエンジンを採用したことにより、水中航行に使用していた AIP を廃止することができたので、ディーゼルエンジンとの2つだけで運用ができるようになったのです。進化したということでしょう。AIP というエンジンは、通常動力型潜水艦の中では高性能なものでしたが、その優秀なエンジンでさえ必要なくなったというので画期的と言われているのです。鉛電池と比べた場合、リチウムイオン電池は同じ大きさでも、その容量は4倍以上もあります。小型なのに中身はたっぷりといったところでしょうか。ここで置く場所が小さくなったことがわかりますね。なおかつ AIP をなくしたことによって、その分のスペースにも空いたので、蓄電池をもっと多く詰めるようになりました。この結果、単純計算でも今までの鉛電池の2倍の量を詰めることになったのです。そして、総計では、8倍以上の電池容量が、潜水艦内に保持可能になったと、言われています。
リチウムイオン電池のメリットはこれだけではありません。鉛電池に比べて8倍の容量を持つにもかかわらず、充電時間は同程度しかかからないということです。つまり、同じ時間で8倍の電気を蓄電できるようになったということで、時間の節約にも有効と言えましょう。リチウムイオン電池は、この圧倒的な電池容量のおかげで、水中は時速 14km で連続200時間もの航行が可能になりました。つまり、約 2800km の行動半径が実現できたということになります。この事実は、言うまでもなく通常動力型潜水艦としては世界最高水準ですし、この範囲内であれば原子力潜水艦にも匹敵すると言えるかもしれません。ちょっと余談になりますが、オーストラリア海軍は新しい潜水艦をフランスから購入すると決定していました。しかし、原子力潜水艦を通常動力型に変更するという仕様変更のためでしょうか。なかなか計画が進んでいないようです。実は、この購入は当初日本からという計画だったのですが、中国の横やりによってフランスに変えたという経緯があります。日本の高性能潜水艦、鳳竜の完成によって、オーストラリアが再び日本から潜水艦調達へと考え直すかも、という可能性が一部では囁かれているようですが、政治的な絡みもあり、難しいと思われます。なんせ、オーストラリア最大の貿易国が中国ですから、日本の影響力を弱めたい中国の意見は無視できないでしょう。アメリカは、原子力潜水艦しか国内では建造していません。そのノウハウの乏しさのせいか、台湾へ通常動力型潜水艦を供給するという約束が、放具にされてしまったので、仕方なく台湾は、自国での建造を目指すことになりました。アメリカも意外と技術力では高いレベルではないのだなと思われます。様々な情報を勘案すると、鳳竜が現在通常動力型潜水艦の技術の頂点にいるというのは疑いようのない事実ではないでしょうか。今回の鳳竜建造費は公表によると約643億円です。直前の双竜型10番艦である小竜の建造費が513億円ですから 25% ほど増額したということです。というのは、これまでリチウムイオン電池の採用は実用化が難しく計画が遅れていたこともあったので、コスト面から負担増は避けられないことだったようですね。ここ最近、中国海軍は膨張を続けています。それに対して、海上自衛隊が数で対抗しようと、艦艇を増強するというのは事実上不可能と言われます。数より質というわけでしょうか。鳳竜が、その性能をフルに活用して進化を発揮するのは、今までの潜水艦の倍以上もの広い行動範囲を得たことによって、南シナ海での中国海軍へプレッシャーを与えることだと思われます。鳳竜以前の潜水艦でも、南シナ海で作戦行動を展開していたことは、すでに公表されています。この行動が、中国海軍への抑止力としてかなり有効であることが注目されていました。今回の鳳竜は今までの作戦行動をさらに進めて
従来のデフォルトの潜水艦作戦と言われる重要海域で敵を待ち伏せすることから、先行しながら南シナ海の全域を移動できるようになりました。放流の動きにより、中国海軍の行動が牽制できることになります。優秀な放流は、その場所を容易に悟らせることはありません。中国海軍派放流の位置を知ろうとして、南シナ海すべてに戦勝海を行わなければならなくなります。ということは、敵潜水艦の位置が判明できなければ、自分たちは艦艇を自由に移動させられないということを意味するのです。放流は中国海軍の首根っこを押さえたと言ってもいいでしょう。潜水艦最大の特徴であり、メリットである秘匿性を生かすことで、放流派洋上の護衛艦や P-1 哨戒機と連携することで、数では勝る中国海軍を封じ込めようとしているのです。放流のデータは国防に関わることなので公表はされていませんが、一説によると搭乗員はわずか65名と言われています。その放流の存在が中国海軍の対潜哨戒に400倍以上の人員を配置させる効果を生じさせると考えられています。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。自衛隊の F2 戦闘機の後継機である F3 戦闘機の開発計画が、アメリカと合同で進行しそうだという情報があるそうです。でも、これはあくまでも非公開情報なので、半信半疑ですよね。日本の自衛隊機なのに、合同開発する理由ですが、お互いの利益が、合致したというか、技術を交換することによって、それぞれの開発費が削減できるという見込みがあるからということです。やはり、何事にも、お金の問題が重要ですからね。とは言っても、F3 戦闘機計画を日本主導で進めるということは、閣議決定されています。やはり日本の戦闘機ですから、開発について、日本がイニシアティブを取るのは、当然の話でしょう。その前の F2 戦闘機の場合は少し違いました。アメリカの F16 を日本の仕様に合わせて両国で改造開発したのが F2 でした。日本で使う戦闘機なのに共同でというのが引っかかったのでしょうね。それを踏まえて後継機となる F3 戦闘機については、開発には日本製を前面に出していく予定と言われています。しかし、アメリカの無人戦闘機の技術も非常に気にかかるというのは日本側としても同じです。アメリカは、アメリカで、日本の IHI プロトタイプジェットエンジン XF9 を、気にしているようです。
この XF9 が優秀なエンジンであると理解したのでしょう。では、今回の主役である XF9 エンジンの話を紹介します。今から2年前の2018年6月、日本の航空、軍事市場において忘れてはならない力説すべき出来事がありました。日本が長年切望していた、つまり悲願とも言うべき国産のジェットエンジンが完成したのです。そして、プロトタイプのたった一機とはいえ、開発メーカーの IHI 社、旧名、石川島播磨重工業から防衛装備庁に納入されました。このジェットエンジンが XF9-1 と呼ばれるもので、現在の国際スタンダードと比較しても、全く劣らない優れもの。いえ、それ以上でベストと称されるほどの優秀な航空機、戦闘機用のエンジンなのです。このエンジンは、カタログスペックでは、高い推力、推進力を実現しています。このカタログスペックというのは、製造した会社が公表している製品の所言やスペックのことです。要は自分たちが作ったものの詳細説明ということですから、欠点などは公表しないはずですから、その内容がいいことばかりで、完全無欠な製品であるといった説明になるだろうというのは簡単に推測できますね。しかし、この XF9-1 においては誇大広告ではないようです。つまり、親のひいき目などでは決してなく、本当に素晴らしい、画期的なエンジンと、評判なのです。このプロトタイプの XF9-1 エンジンが、今回納入されたものですが、アフターバーナーを使用した場合の推力は、なんと15トンになるそうです。この数字は、アメリカの F-22 ラプターステルス戦闘機が採用している。F-119 エンジンの推力 15.9kg と比べてみても、決して負けない値です。というより、一説には、むしろ XF9-1 の方が勝っているとも言われています。比較対象として、同じアメリカのステルス戦闘機である F-35 ライトニング2戦闘機について説明します。この機体に搭載されている F-135 エンジンも優れていると言われているそうです。このエンジンのアフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンとされていて、XF9-1 エンジンは確かにそれより低いですね。しかし今回はまだプロトタイプです。初号機ですから、まだまだ改造、アップデートの余地があります。そう考えると、将来的には XF9-1 エンジンの性能向上が十分期待できますから、推力アップも可能性は大です。アフターバーナーについて解説しますが、このアフターバーナーとは、エンジンから放出される排気ガスに直接燃料を噴霧して燃料を追加してもっと激しく燃焼させることで推進力を大きくするというシステムです。XF9-1 のエンジンはこのアフターバーナーがなくても推力11トンという記録を出したそうです。ここで、
改めて XF9 の1エンジンが世界的に注目を集めたわけを考えてみましょう。今までは日本の国産エンジンではこのように1000級の卓越した性能を備えることは困難でした。しかし多くの難題を解決した結果、このエンジンは世界に通用する優秀な性能を所持していることが実際に証明されました。そのおかげで、世界中の耳目を集めることになったのです。さて、現在活躍中の航空自衛隊 F2 戦闘機ですが、実は国産ではなく、アメリカ製の F16 戦闘機を基本として開発しようと、決定されたことがあるのです。どうしてアメリカの戦闘機を元にするんだ?という声が盛んに湧き上がったということでしたが、アメリカ製を選んだ理由の一つが、戦闘機に搭載するエンジンを日本では開発できないということだったのです。もちろんアメリカに対する政治的な関係もあって、一つではない複雑な理由があったことと思われます。この決定に悔し涙を飲んだ技術者たちも多かったことでしょう。だからこそ、今の XF9 の1エンジンの快挙はリベンジを果たしたとも言えるのかもしれません。いよいよ日本での国産化エンジン開発に目処がついたと言ってもいいでしょう。因果は巡ると言ったら大げさでしょうか。現在自衛隊が活用中の F2 戦闘機ですが、この後継機である F3 戦闘機を日本だけの単独生産ではなくアメリカと共同で開発するという予定らしいと言われています。しかし、F3 に使用する XF9 の1エンジンを日本だけで生産できるようになったのですから、選択肢が広がったという事実は、動かしようがありません。この XF9 の1エンジンは、戦闘機用エンジンに最重要とされる2つの要素を持っています。1つがサイズの小型化、2つ目が軽量化です。この2要素は必要不可欠とされています。それを持ち合わせて、しかも推力は15トン以上ですから、どのエンジンに比べても負けない素晴らしいものと言えるでしょう。では XF9 の1エンジンのデータを具体的に紹介しますね。サイズですが、前述の F22 ラプター戦闘機の F119 エンジンが長さ 5.16M、直径 1.168M に対して、こちらは長さ 4.8M、直径 1M なので、ちょっと小さくなったようです。印象的にはコンパクトになったという感じを受けるのでは?エンジンに最も必要なのは、何と言っても、推力、昔の言い方なら、馬力でしょうか?ですから、それの大きいものを作りたいなら、エンジン自体を大きくすれば、思いのほか簡単に推力が上がるそうです。しかし、XF9 の1エンジンは小型なのに、推力が大きい強力な作りになっているという点が、最大のメリットと思われます。小さくても力持ちと、
というのは、日本昔話によく出てくるキャラクターではありますね。日本人好みなのかもしれません。現在の戦闘機においては、機関部を小さくすることが必須と言われています。なぜなら、個によって戦闘機のステルス性が高くなりますし、爆弾、ミサイルなどのいわゆる兵装を機体の中へ収容するのですが、積載量が増やせるようになるのです。言ってみれば、ステルス性能アップで戦闘能力が上がりますし、兵装量が増えるということは、武器が増えることになりますから、一石二鳥の効果があります。仮に、ステルス戦闘機を国内で独自に開発するとしたら、このような兵装を収めるためのウェポン類、爆弾装という軍用機内に、あるミサイルや爆弾の収納スペース開発や設置のための技術的な問題解決などが必要になり、様々な課題と向き合うことになるでしょう。しかし、最大の関門と言われるエンジンの小型化をクリアしたわけ。ですから、将来的にも心強いと感じますね。2019年6月、航空見本市が開催されました。この席で、XF-9 の1エンジンの水力変更ノズルを開発中であるという発表がありました。この発表によって、XF-9 の1エンジン実用化に向けた準備が着々と進んでいるという実態が強く印象付けられたことになります。水力変更ノズルとは、ジェットエンジンの排気方向を変えることで、戦闘機の進行方向をコントロールする装置を言います。XF-9 の1エンジンは、ノズル式装置によって、最大角度20度以内で機体調節ができるそうです。いいことずくめの XF-9 の1エンジンと思われますが、やはり心配なことも、あります。ここまで開発が進んではいるのですが、次期 F3 戦闘機の着地点が未だに定まってはいないのです。ですから、せっかく日本独自で作った素晴らしいエンジンのプロトタイプがうまく活用してもらえないのではないか、という良くない推測もあるようです。ここで、面白いというかびっくりすることをお教えしましょう。実は F3 戦闘機を当事者である日本より注目している、警戒している国があるという情報を得ました。しかも F3 戦闘機に関するニュースは非常に重要視しているようで、こっちから見ればなんでそんなにマジになってんの？と、若い人なら言っちゃいそうなぐらいの真剣な議論を展開しているのです。その国とはどこか？お隣の韓国です。日本も韓国もアメリカの同盟国ですから、いざとなったら、例えば、対北朝鮮など協力することになっているはずですが、どうも不安を感じてしまうのは筆者だけではないでしょう。韓国は、日本が第6世代戦闘機である F3 戦闘機開発を進めていることに、
不安を感じているのか、警鐘を鳴らしています。エンジンは確かに優れたものが用意されていますが、今後の展開がどうなるのかわからないのが F3 戦闘機計画です。白紙状態とも言える。計画なのに、それほどまで気を回されているというのは呆れてしまいますし、日本をこれほど過大評価してくれるのか、韓国は、と逆にいい方に、受け取ってしまいそうでもあるし、くすぐったい気持ちにもなりそうです。しかし、戦闘機計画に目くじらを立てるほど、日本は何かあれば、即仮想敵国と韓国は捉えてしまうのか、今までの交流は、一体何だったんだと、悲観的な思いを感じします。1945年、昭和20年の太平洋戦争終結から、すでに70年以上が過ぎました。韓国は、婚の文化と言われます。日本への婚が、世界で日本より上の、立場を目指す熱意となり、また、対抗心をかきたてることになったのでしょう。外交関係も、今一つ良好ではない二国間です。日本の戦闘機開発に、張り合うつもりなのか、韓国でも、原潜や航空母艦配備へ向けた動きがあります。この隣国は、軍備をどこに向かわせようとしているのか、気がかりな状態が今後も続くと思われます。